おっと、かなりこれも厳しくいきました。もうね、こういうふうにいきますから、はい、まあ、慌てないでですね、スタジアムの雰囲気もありますけど、はい、慌てないで落ち着いてゲームしていった方がいいですよ。4番の山崎、縦パスが入りました。10番の西川です。この辺りはうまさを見せます。うまいですね。さあ追い越していく。13番の佐藤もスピード上げていく。ちょっと今の悪質ですよ。後ろからのチャージ、かなり悪質ですね。今のはね、5番ですか。22番、ボールにチャレンジする意思は全くなかったですからね、はい、足見ていってましたからね。22番のキム・ククボムにイエローカードが出ています。オーバーエイジの選手です。これで佐藤がここからスピードを上げた瞬間ですね。完全に足に来ています。15番の八千代が落ちに受けますが、自ら少しずつ持ち運んでいく馬場、これは引っ張られてもうすでにカードを持っています。9番のイ・ジョグクにイエローカードが出ています。この辺り北朝鮮少しずつカードが多くなってきました。北朝鮮は長いボール、高いボールを入れていきます。ヘディングで競りました。4番の山崎、これは少し危ない形で倒れました。13番の佐藤です。手が入ってますよね、はい、ヘディングの競り合いの時ね、かなり傷んでる様子が見られましたけれども、大丈夫でしょうか。左の頬を押さえています。少しですね、日本のペースが続いて、その後北朝鮮に少しペース持ってかれましたけど、はい、今の時間はまた日本のペースになってますね、はい、そして北朝鮮はひどいですね。これもイエローカードが出ました。16番のキム・ユソンにイエローカードが出ています。センターバックの選手です。日本のトレーナーに水もらおうとしてちょっと断られるような感じになった時に威嚇してもらいましたからね。なるほど、カード出ましたけど、はい、まあ、そのぐらいちょっとですね、冷静さを失ってますから。そうですね、はい、左サイドから仕掛けて、パー出てきてるの分かってますから、勝った西川、フリー浮かせるか、倒れた、PK だ、PK、 日本 PK 獲得。西川が倒れました。西川よく先に触りましたね。触りました。キーパー出てきてるの分かってますから、はい、いや、もう VAR ないですからね、はい、レフリーが PK って言ったら PK ですよ。 PK です。主審はウズベキスタンのルトフーリンです。西川が倒れた瞬間にペナルティースポットを指しました。際どいボールが出て、西川がボールを触って、いや、当たってますからね、はい、そうですね、はい、鹿島アントラーズでプレーをする11番の松村、今日は攻守に豊富な運動量を見せています。何かプレッシャーをかけています。10番のリールソンです。日本勝ち越しのチャンスです。決めてきました。日本2点目。素晴らしいコースでした。そして見事試合終了の長いホイッスルが鳴りました。サッカー男子準々決勝、日本対北朝鮮、日本がタフな戦いを制しました。2対1、準決勝へと駒を進めています。